パンジ一派はいろんな学校で活動し、人間のパンツへの愛を集めているんだ。奴はこの愛を洗脳電波のエネルギーにしようとしている。なんて卑劣な、人間のパンツへの愛を利用するなんて。クマちゃん、一緒にパンジを倒しましょう。パンジ、裁きの時は来たわ。ああ、やめろ、来るな。違うわ、私はパンジとその仲間を懲らしめようとしてるの。そうか、パンジ一派を懲らしめる。恐ろしいことになるぞ。クマちゃん、一緒にパンジを倒そう。失礼、はるか様、今何とおっしゃいましたか？何も。ご安心ください、はるか様。俺が必ずあなたをお守りします。それに期限切れ、ユリカ様のもたらす恐怖はきっと敵に対して強烈なプレッシャーとなるでしょう。クマちゃん、なんだかユリカさんのことばっかり。私だってすごいのに。どうしたの、ハルカ？なんでもない。ユリカさんって本当にすごいね。クマちゃんパンツへの愛、私も頑張る。計画通り、俺とハルカ様が敵を引きつける。私とユリカ様は敵陣からパンジを見つけ出す。敵の一部は洗濯機に隠れている。洗濯機を破壊して敵の攻勢をくじくんだ。見せてあげるわ、私のクマちゃんパンツへの愛は誰にも負けないわ。クールクマパンツ、出るぞ。様に任せて、一刻も早くパンジを見つけてくれ。頼もしいじゃない、ロリコンパンツ。俺を誰だと思っているのだ、期限切れの女子高生。俺は超クールなクールクマ様だぞ。よし、
今度は私たちの番のようね、バカタ。行けユリカ様。魔女、どうして私を見てくれないの？私のクマちゃんへの愛、私のクマちゃんパンツ。